白雲の章、大樹の説、三つの学級。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム続きをやっていきます。イベント始まりましたけど、弱まるとフォドラの大地は豊かな緑を芽吹かせ、一年の始まりを告げる。やがてその緑が大樹へとなるように、人々は自らの生が実り大きいものとなるのを祈って、年始を祝うのである。遥か太古よりありし地フォドラ、天上より女神の見守ると言われるその大地は、三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国。そして大陸の東側で、王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も、今は三勢力の均衡により平穏が保たれていた。では修道院は初めてか。よければ後で案内しよう。このフォドラの縮図のような場所さ、いろんな意味でね。もうすぐ嫌でも目に入るわ。あれがガルグナク大修道院よ。お、魔法っぽいの使ってる。時のよすがに手繰り寄せられたのでしょうか。ここに来るのも何年ぶりかね。今さらあの人と顔を合わせたところで。あの人？ああ、お前もさっき中庭で見たろ。大司教レア様さ。レア様、お前も知っての通り、このフォドラの住人の大半はセイロス教の敬虔な信徒だ。いや、そんなん知らんよ。初めて聞いたよ。そんなバカでかい教団の最高指導者が大司教であるレア様ってわけよ。お待たせしました、ジェラルトさん。大司教の補佐をしているセテスと申します。ああ、どうも。久しいですね、ジェラルト。こうして再び開校できたのも主のおぼし召しでしょうか。長きにわたる音信不通、お詫びします。あれから俺もいろいろありましてね。そしてその子が生まれた。あなたの子供なのでしょう。ええ、修道院を出て数年後に母親は病で死んじまいましたがね。そうですか。活躍はアロイスから聞いています。あなたの名は確か。名乗る、黙っている。いや、これ別に普通に名乗ろう。上がった、良い名前です、ね、え、てかこれ本当に
なんだっけ、この人の息子なの？士官学校の生徒たちを救ってくれたこと、心より感謝します。ジェラルト、私が何を言いたいか、あなたならすでに分かっていますね。セイロス騎士団に戻れでしょ。俺は構いませんけど、こいつは。ジェラルト、アロイスから聞いているはずです。私は一度下がりますが、この後彼らから話があるでしょう。しっかりと耳を傾けておいてください。それではまた明日に。ジェラルトは結構給料良さそうだよね。待遇も高待遇でしょ。またセイロス騎士団に戻ることになっちまった。巻き込んじまってすまねえが、お前もしばらくはここで働いてくれるか。働くって何？金出んの？傭兵として雑用係として。いや、ここ傭兵とか関係なくね。いやでも雑用として雇われんの嫌だ。どっちかとしたら傭兵の方が危険だけど給料は良さそう。危険手当が出そうだからね。いや、それが教師としてだそうだ。え、教師なの？この修道院に士官学校が併設されてる話はさっきのガキどもから聞いたよな。いや、さっきのガキどもと大して年齢変わんないんじゃないの俺って。で、強さは大して変わんなかったよね。で、ちょうど学級担任の教師が一人欠けちまったとかで、アロイスの野郎レア様にお前のことを推薦したらしい。こんにちは。あなたが新任の先生？渋くてなかなかイケてるじゃない。いや、これ絶対ジェラルトのこと言ってるでしょ。ああ、いや俺じゃねえんだ。ほら、あとは適当にやってくれ。じゃあな。いや、ちょっと雇用条件を。レア様には気をつけろよ。雇用条件を示してほしい。お前を教師にする意図が読めん。何かを企んでるかもしれない。いや、どうせあれでしょ、あなたは若いから最低賃金以下で働いてくれってこき使うつもりでしょ。レア様何歳なんだろうね。あなたなの？ずいぶん若く見えるけど。なに、教師の資質さえあれば年齢は関係あるまい。なるほど、出来高制かな。我が輩はハンネマン、紋章学者でありこの士官学校の教師でもある。君は紋章を宿しているかね。一度我が輩の部屋に来て調べたまえ。紋章って何？なんか魔法を使う素質みたいなやつかね。私はマヌエラ、教師兼医師兼歌姫よ。よろしくね。医師免許も持ってんだこいつ、すげえな。医師、歌姫、ちょっと歌姫がよくわかんない。ここに来る前はね、歌劇団にいたの。聞いたことないかしら、ミッテルフランク歌劇団の美しき。不必要な長話は後にしたまえ、マヌエラ君。さて、君も一つ学級を受け持つことになるわけだが、まだどんな学級があるのか紹介さえされていないだろう。いや、すげえさ、こう雇われる前提になってるけど、まず労働条件をきちんと明示してほしいものだ。そういうことなら私から説明させてもらおうかしら。なんかあれよあれよと入社させられそうだな。3つの学級があって、出身国ごとに所属が分かれているの。あ、これさっきのあれだね、多分。まずはアドラークラステね。かっこいい。アドラステア帝国出身の子たちがいて、今年の宮長はなんと次期皇帝と噂される皇女のエーデルガルトよ。とりあえずここがいいけどさ、あのエーデルガルトしか見てないから他の人たちを見たいよね。次にルーベンクラス。覚えらんなそう。ターガス神聖王国から来た者が所属する。ルーベンクラスね。今年の宮長は王子のディミトリ、彼もファーガスの次の王になるだろう。最後にヒルシュクラッセ。ここにはレスター諸侯同盟領の子が属しているわ。宮長は諸侯同盟の盟主であるリーガン公の孫クロード。時代の皇帝、国王、盟主が揃い踏みとはなかなかとんでもない年になりそうだな。ええ、本当にね。厄介事だけはごめんだけれど、今日のところは校内でも見て回るといい。我が輩の部屋にも立ち寄ってくれたまえ。あ、そうそう、あなたが教師になることは宮長以外にはまだ伝えていないから、生徒たちと話をしてみたらいいわ。癖のある子が多いけれど
いい子たちよ。可愛い子がいるところがいいな。詳しい話は明日レア様からあるはずだから。それじゃまたね。ね、この年だったらさ、この年っていうか主人公ね、あの教師とね、あの生徒との禁断の恋とかに発展するんじゃん。レア、考えを改める気はないか。あんな若者を士官学校の教師にするなど。まあそりゃそうだよね、あの可愛い生徒のことしか考えてないから。いいえ、もう決めたことです。それに心配しないでください、セテス。あの者はジェラルトの子供なのですから。そのジェラルトとやらも信用できない。21年前の大火の折に失踪した男だろう。いやマジでレア様って何歳？21年前の話が出てきて。今フレンもいるのだ。不安の種を増やすのは控えてもらいたい。セテス、この容姿だからね。彼らは大丈夫です。それよりもシャミアから報告があった不審者の件が気になります。教会に悪意を持つ者がこのガルグマクに出入りしているのなら捨ておけません。ああ、その件もあったな。引き続き調査を進めさせよう。レア、今は君の言葉を信じるが、何か怪しげな点があったその時は貴様を切る。これ鎧みたいなのって常に着てんの？あ、これがあれか、クラスメイトか。ちょっと見えなかったな。女の子は確かにいた。この子か。あ、青い髪、ちょっと物静かな感じがしていいな。ここは？いやー、こいつ男なの、そもそも。さっきの緑の髪のやつって。いや、こういう美人系よりはさ、可愛い系の方が好きだからね。巻き髪の子か。あー、この子いいな。なんか武術系だね。だ、最初じゃないか、2回目に出たところはなんか魔法の講義みたいなのしてたから、魔法系か。最初のところがよくわかんない。散策、修道院内を散策します。カメラ移動、ズームイン、ダッシュ。レアからクエストを受注しよう。あなたの最初の務めです。左上、4月23日。そういうのあんの？これ何、1日ごと進んでいく？1日ごとではないと思うけど。あなたが士官学校の教師となることはもうすでに聞き及んでいますね。まずは3つの学級の級長たちと話をしたり、士官学校を見て回ったりしてみてください。大修道院でのあなたの最初の務めです。この務めが終わったら私のところに戻ってきてくださいね。クエスト受注。願いを聞いてくれますか？生徒に挨拶しよう。3人の級長と話し、各学級の生徒たちについて情報を集めよう。生徒は大広間の1階と士官学校のあたりにいるようだ。報酬とかもらえんだ。鉄の剣、傷薬、お金、給料もらえる。これだけで給料もらえるんだ。なかなかいい仕事だな。受けよう。クエスト。クエストとは大修道院の人々から受けられる依頼です。クエストに関係ある人物はクエストアイコンが表示されます。受注したクエストはクエストで確認できます。アイコンは進行状況に応じて変わります。重要なクエストはアイコンの色が赤に変わります。これさ、クエスト絶対なんかなかなか探すのが難しいクエストとかありそうだよね。こっち行けねえし、まあ、とりあえず話を聞こうということなんだけれども、あ、これちょっとカメラあれ変えたいな。なんで斜めになってんの？環境かな。上と下をちょっと逆にしたい。左右回転、
じゃなくて上下回転、これをリバース。 OK。 あれ買った、上で上、え、買ってなくね、あ、なってるか。みんなに挨拶を。いやー、貴殿をいきなり教師に、3人目の担任に推薦して驚かせたか。実を言うと、担任になるはずだった教師が例の盗賊騒ぎの際に逃げてしまったのだ。そんなやつそんなやつ教師にしようとしてたの。一度でも生徒を見捨てた者に再び任せるわけにはいかぬゆえな。まあ、そりゃそうでしょう。君は雪吊りの生徒たちを助けた、その点ではまだ評価できる。さあ、修道院内を回って皆に挨拶してくるといい。そうだね。大広間1階へ。あ、これ丸を押すってこと。とりあえず女の子だよね。ミニマップ、右上のミニマップには現在位置、大修道院の人々の所在、クエストの関係人物がいますと。ZR ボタンとか言われてもさ、スイッチやんねえからどのボタンだ。これちげえ。あ、これか。あ、めっちゃ最初拡大しておく。こいつはあれ、勝手に始まった。え、何、あとさ、名前をまだ全然覚えてないからね、みんなの。え、どういうこと。こいつなんか男なのか女なのかよくわかんねえな。いや、男っぽい、必要ないな。あれ、リバースになってないぞ。下、あ、これ戦闘の時か戦闘設定じゃなくて修道院設定。あ、まあまあ変な人だ。ちょっと待って、カメラ、え、最初どうだった。ちょっと初期に戻そう。はい、でカメラ上下はリバースで、修道院、これもカメラ上下はリバース、あとは OK。 あ、よしよしよし、なったなったなった。 OKOKOK。 あっちに人がいるね。こいつらは男だな、話す必要ない。結構広いぞこれ。なんかダッシュできるって言ってたよね。あ、猫か。こいつさっきのとこでしょ。猫を話すとこ。おいおい、話せない。この人は女の子だね、話そう。話せねえ。エーテルガルドを見つけた。見つけたって何。あ、あそこにいること。俺この人と話したいのに。多分こういうセリフのある人じゃないと話せないんだな。これいちいちさ、近くに寄らないとさ、男なのか女なのかよくわかんないな。この人に話そう。じゃあ、いや話せねえし、話せる話せないのさ基準がよくわかんない。あ、多分ミニマップで印が出てないと話せないんだな。俺もここに座らせてくれよ、一緒に話そうよ。やっぱり知るためにはまずお食事に行くことだよね。今はちょっとお昼っぽいから僕と一緒にお昼でもどうだい。残念ね悲しい。この修道院の教師に、帝国で雇おうと思っていたのに残念ね。では改めて名乗らせてもらおうかしら。私はエーデルガルト・フォン・フレスベルグ。長い。アドラステア帝国の皇女であり第1位の皇位継承者。いや、でもこの人に取り入れば俺もあれだな、将来安泰だな。私たちの学級を受け持つなんてこともあるのかしら。そういえば学級の方は見て回った。アドラークラッセで気になる生徒がいたら教えて。青い髪のこと話したい。はい。お、こうやってみるとなんかベルナデッタ。彼女はじゃない、間違えた。はいはいはい、こいつじゃねえよ。あれ誰、いなかったっけ。青い髪どこだっけ。あれいたよね。ドロテアはだって
ちょっと綺麗な子でしょ。他の学級に比べて平民の数が少ない。平民の数が少ないって。彼女はその中でも異例の人ね。あ、ジョブか。帝都で人気の歌劇団が誇る歌姫。士官学校に入った目的は私も知らないわ。あ、個人スキル歌姫とかあるんだ。だってリーハルと違うしね。君は？君のことを教えてくれ。私は見ての通りよ。不遜に感じるかもしれないけれど、これでも次の工程。入試経験値 1.2 倍。あとはそうね、なんとなくあなたとは馬が合う気がするわ。本当？そんなこと言われたら俺グイグイ行っちゃうよ。やっぱり女性から来てほしいよね。さて、じゃあちょっと待って、青い髪の子を求めて行きたい。すみません、はじめまして。一応こいつ話せるかな。新しい先生ですね。お疲れ様です。本日も異常なしであります。私はここ大修道院を出入りする人をのんびり眺める役じゃなかった、厳しく見張る役を仰せつかっております。あ、そう、この先へは侵入できません。え、勝手に開かなかった今。自動ドア、ここが士官学校周辺か。クロード、あ、クロードのとこだっけ。あんた教師として雇われるんだって。ずいぶんと腕を買われたもんだな。じゃあ改めて自己紹介しておくか。俺はクロード・フォン・リーガンだ。実家はレスター諸侯同盟の名手だが、まあそんなことは気にしなくていいさ。担当学級はまだ決まってないのか。俺らんとこは他より気楽でいいと思うぜ。ヒルシクラッセの連中にはもう会えたよな。興味を引かれるようなやつはいたか。え、待って、普通に話せるってこと。まあ、一応ハイにしておいて。あ、これだ、マリアンヌ。マリアンヌはエドモンド辺境博の娘ってくらいしか知らないんだよな。なるほど。動物愛、騎馬、飛行ユニット、隣接中、ターン開始時に自分が最大1メートル 20% 回復する。あいつ他の生徒と関わりたがらないから、声すら聞いたことないやつも多いだろう。いや、いいじゃないか、その子の心を俺が溶かしてあげよう。レスター諸侯同盟って、でもあとこのリシティア、もう女の子。リシティアはコーデリア博の娘で、多分今年の生徒の中じゃ最年少だな。ちょっと冷たい感じがするな。ただし天才、子供扱いすると怒るから注意しろよ。俺はあえて子供扱いするか。面白いだろ。なるほど、そうやって近づくのも手だな。ヒルダ、ヒルダはゴネリル校の一人娘でね、だいぶ親父と兄さんに甘やかされて育ったらしい。え、わがままな子は嫌いだよ俺。あれほど怠惰って言葉が似合うやつもいない。まあ貴族のお嬢様なんてそんなもんかもな。なるほど、マリアンヌちゃんもいるけど。レオニーは傭兵になりたくて入学したんだ。父親は漁師をやってるって言ってたかな。この子は活発そうだね。サバサバしてるがケチケチもしてる。村に借金があるとかで節約を趣味にしてるんだ。なるほどね、ちょっとサバサバ系、まあサバサバ系でもいいけど、見た目がサバサバしてるのはあまり好きじゃない。おお、いるじゃんいるじゃん、マリアンヌちゃん。もしかして例の傭兵さん。今あなたの噂で持ちきりですよ、キルダ・バレンティン・ゴネル。いや、覚えらんねって。で、こっちの子がマリアンヌ・フォン・エドマンド。マリアンヌ・フォン・エドマンドですね。あ、もしかして騎士団に入るとかですか。これからよろしくお願いしますね。いや、なんか別に普通じゃん。話してみると普通だよね。やっぱりこの先入観だけでさ、この人のことを考えるのは良くないね。ちゃんと話し合おう。こいつらは？あなたがクロードを助けたというやり手の傭兵さんですか？え、そうなんですか？僕はイグス。私はリシティア・フォン・コーデリア。覚えらんないってだから。お見知りおきくださいね。あ、なるほど。結構いいじゃん、人当たりも。こいつは関係ない。あれ、この人ではない。あれ、もう一人いたよね。あ、いた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 。あんた。バカ、違うよ。
ジェラルト師匠の子供なんだろう。レオニー・ピネッリ、師匠の一番弟子だ。師匠は私のこと覚えてるかな。お出は、うん、なるほど。完全にボーイッシュだね。ちょっと好みではないな。じゃあさっきのさところに一回戻ろう。あそこカメラあれでごめんね。なんかカメラ速度速すぎるかな。すみません。大広間にだっていないの、エーテルガルド以外。いなかったな。でもこの人たちのみんなどこ行ったんだ。すみません。旧友さんはどこ行った。こっち。いや、はい、大広間2階へ行こう。で話せる人がいる。ツリル、なんだ、一応聞いてみるか。誰だか知らないけど仕事の邪魔はしないでね。レア様のこの後の予定は。完全に執事な。執事でもないな。雑用係だな。ジェラルト。なんだと。ここは騎士団長の部屋だ。俺が使う羽目になっちまった。つっても俺は代理なんだがな。現騎士団長様は高齢みたいだよ。ほとんど実務はやってねえらしい。とんだ役割を押し付けられたぜ。そんなんでいいの？給料泥棒じゃん。ここは結構なんか偉い人の部屋に来たな。セテスの部屋。セテスって誰だっけ。ここ多分みんなあれだね、偉い人系だね。あ、なんか来いって言ってたよね、研究室。ここは我が輩の研究室だ。あまたの資料と特殊な装置を備えている。え、これ紋章記号調べてみた。これは何の紋章なんだろうか、全然わかんねえ。ここは我が教えてくんないの。まあいいや、マヌエラちゃんに会おう。ねえ、あら、早速来てくれたのね先生。まだ合いびきには早い。いや早くない、早くない。あなたがその気なら二人で。いいね。ほら鍵をかけてくれる。少なくとも気に入られてるね。顔色一つ変えないのね、あなたは。ウブに見えて慣れてるのかしら。いや、慣れてる風を装ってるからね。心の中ではもう心臓バクバクだから。ベッドが2つあるってところがだね。キングサイズのベッド1個でいいじゃん。一緒に寝ようよ。この人は、この子は2階は猫よくいるな。2階は生徒って感じではないね。じゃあちょっと1階に戻るか。あれこっちも行ける。行けねえし。あ、これさっきのとこか。先生方のお部屋は2階になりますって書いてあったね。いいかな。こっちはいけない。いや、生徒を探したいんだけどな。どうだ。おうおお。なるほど、女性の話をしているな。から外へ出て、これクロードでしょ。そうだな。めちゃくちゃ生徒いるな。ディミトリ、一応ディミトリにも話すか。すまなかったって言ってる。先日はすまなかった。世話になっておいてろくに名乗りもせず散々無礼を。この学校の教師になると聞いた。もう存在な口は聞けないな。改めてディミトリ・アレクサンドル・ブレーだったと言います。ファーガス神聖王国の王子ですが、ここではあくまで一人の生徒です。未熟者ではありますが、ご指導よろしくお願いします先生。いや別に大して強さ変わんないって。学級を見て回っているそうですね。
ルーベンクラッセに気になるものはいましたか？はい。いやでもルーベンクラッセ、まあメルセデス。彼女はだよね。帝国貴族の出身だそうですが、紆余曲折を経て王国で暮らしていたとか。奉仕の喜び。自分が白魔法で味方のヒットポイントを回復させた。あ、魔術系こいつ。ってことは適性がね。のんびりしているように見えますが、皆によく目を配ってくれる優しい女性です。いいなこの子。悩むな。なあ、アネット。ドミニク男爵の姪子であるアネットは魔導学院で優秀な成績を収めた才媛ですね。こいつも魔法系？明るい努力家ですが少し抜けていて、昨晩も厨房で爆発騒ぎを起こしたとか。なるほど。イングリッド。イングリッドはガラテア博の即女で、私やフェリックス、シルバンとは幼馴染です。こいつはちょっと気が強そう。でも女騎士か。貧困法制、真面目で勤勉、下手な騎士よりも騎士然とした女性だと私は思っています。ちょっと苦手なタイプだな。メルセデスちゃんか、いいな。あなたの働きに感謝します。あれ、もうこれでクリア。レアの元に戻ろうか。いやちょっと待って、エーデルガルトちゃんのところの人たちがマジでいねえんだけど、どこにいんの。この先にまだ用はない。まあ、エーテルガルトの学級はエーテルガルトがいい。あ、いた。すみません。感謝しますよ。こいつらは。あんたエーテルガ。お、俺は。僕はリハル。男か。とりあえず男っていうのが分かった。私はヒューベル、我が主よ。はい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 、はい、いやこの子もな全然好みじゃないからな。あら、ちょっと待って、これ違うか。なんですか、知らない人と話すことはありません。こういう子すっげー苦手。この私はフェルディナント、はいはいはい、君も、ね、あら、あ素敵な人ね。修道院は初めて？案内しましょうか？あ、私はドロテアっていうの。学校に入る前は帝国の歌劇団にいたの。帝国歌劇団にいたんだ。なるほど。いや、違う帝国歌劇団だけどね。ただドロテアもな、ちょっと、まあ、確かに綺麗だけどね。いやー、やみますね。今のところちょっとエーテルガルドのところはなし。名前覚えてないけど、どっちに行くかだよね。その青い髪の子か、あの白魔導士の子か。ディミトリのところか。あれでどっちから来たっけ俺。まあいいや、とりあえず話をしながら考えよう。レアの元へ戻ろう。士官学校の様子はいかがでしたか？清廉な魂の息吹に満ちていたでしょう。さて、君には士官学校の3学級のうち一つを受け持ってもらうことになる。君のような素性のわからぬ若者に任せるのは反対だが、大司教たっての希望でね。めちゃくちゃ敵対視されてんな。アドラークラッセ、ルーベンクラッセ、そしてヒルシュクラッセ、もう見て回ったわよね。ルーベンかヒルだよね。新任の君から選んでくれて構わんよ。残る2つの学級を我々がそれぞれ受け持とう。寛大な先生だな。あ、これ一応見れんのか。なるほど。いや、ちょっとここはない。この右上のね、右上の子マジで超好みなんだけどな。右上の青い髪もなんか憂いがあっていいよな。弓を扱うものが多い。あ、書いたんじゃん。窓を扱う、騎士道、武術。ちょっと
普通に最初行くんだったらでもなんか武術系がいいよね、正統派で。いやーどっちかな、悩むな。まあファーガス行きますか。じゃあディミトリが宮長を務めるルーベンクラッセですね。ルーベンクラッセ、はい、心は決まりましたか。決まった。俺は一途だからね、一途だからねとか言っときながらどっちにしようかなって言ってるから。フォドラの未来を担う有望な若者ばかりだ。この栄誉ある職務を誇りとして。ん？お兄様、あら、ごめんなさい、お話の最中でしたのね。いや見りゃわかんだろ。フレン、今取り込み中だ、急ぎの用事か。いいえ、大したことではありませんわ。それよりも、そちらの方は？この者は士官学校の新任教師だ。まあ、士官学校の。はじめまして、先生。いや、さすがに俺でもここまでの幼女には手を出さないよ。私、セテスの妹のフレンと申します。お見知りおきを。え、妹ってさ、結構年離れてない？フレンの話はさておき、本題に戻ろう。あらかじめ伝えておくが、近日、現時点での生徒たちの実力を測るため学級対抗の模擬戦を行う予定だ。何？同時に君の能力も見定めさせてもらう。大司教を失望させぬようにな。以上だ。え、新しい先生ってまさか。私友達みたいに話しかけちゃって。いや構わんよ、同い年くらいに見えたからつい。すみません、気をつけます。構わない、君は後で俺の部屋に来るように。そんなこと言われても。ええ、こちらの気がすみません。先生が言うんだしいいんじゃないですか。つうかそれを言ったらですよ殿下、そもそも俺たちがあんたにこんな口を聞いてるのだって父兄もいいとこでしょ。いや、ここは王国ではないんだし、それとこれとはまた別の話で。だがまあ、先生がそれでいいならありがたくその行為に甘えるとしようか。あの、ですが私には染みついた癖というのはどうにも。難しいなら無理することないわよね、先生もそれでいいでしょ。かまわんかまわん、後で訓練場に来い。まずはお前の腕を見せてもらいたい。なんだこいつは、お前はもう首だ。学級追放とは感心しないな、フェリックス。その試合ぜひ俺も混ぜてくれ。あの高額のため僕も見学させていただきたいんですが。アッシュ、見るだけと言わずお前も加わればいいだろう。怪我した時は私に言ってね。ちょっとした傷ならすぐに見てあげるわ。いやマジでこの子癒されるわ。メルセデス殿下、あまりハメを外されすぎぬよう。お前は心配性だな、ドゥル。大丈夫、自重はするさ。なあ、親睦を深めるのに剣を交えるってなんか根本的に間違ってると思うんだけど。あら、そうかしら。そういうことならあなただけ教室で留守番してる。イングリッド、お前さ、本当俺に対して手厳しいよな。先生、ルーベンクラッセは見ての通りの騒がしい学級だ。いろいろと苦労をかけるかもしれないが、これから1年よろしく頼む。1年間なんだ見るの。修道院内で行ける場所が増えた。週末に散策を選ぶ。週末とかてか待って、今後の活動資金1000円。いやマジでブラックだわこれ。月の給料ってこと？来て早々だが、この装置を使って君に紋章の力があるかを確かめさせてくれ。何？紋章を知らない？少し長くなるが我が輩が説明するとしよう。長くなるんだ。さてまずは紋章とは何かであるな。紋章とは力だ。遥か昔、女神より人に授けられたと言われ、人の体に宿り血によって受け継がれる。
紋章を宿した者は魔道に優れたり強靭な肉体を有したり等々、それぞれの紋章に対応した人知を超える力を持つのだ。その紋章が自分にもあるのか。これさ、紋章があるかないかでちょっと差別が起きそうだよね。言った通り、紋章は血によって受け継がれるが、たとえ先祖に紋章を宿した者がいたとて、その子孫が必ず紋章を宿すとは限らない。子孫の中の限られた者だけが紋章の力を受け継ぐことができるのだ。君の先祖に紋章を宿した者がいて、たまたま君がそれを受け継いでいればということなのだよ。え、調べてもらおう。うん、もちろんだ。すぐにでも調べると思う。さあ、この装置の上に手を伸ばしてくれたまえ。これは見たこともない文様。まさか未発見の紋章だというのか。え、どれが紋様なの。この世に魔の我が輩の知らぬ紋章が存在したとは格別の刺激だ。うん、興奮してしまった。さあ、もう出て行ってくれて結構だ。我が輩はこれからこの紋章について調べねばなら。君の役目は終わった。悲しいこと言うなよ。この線、何を意味しているのか。対称性の欠如とでも言うべきか。ん？こちらは一体。そうか、もしやこれは一部でもっと大きな。あ、これで進んでく。士官学校の教師には毎節その節の予定表が配られます。シフト表だね。予定表にはその節の大修道院での催しや課題を行う日などが載っていますよ。しっかり予定表を確認し、いつ何を行うかを計画しながら務めに当たってくださいね。修道院では曜日によってできることが異なります。休日には行動一つ選択して実行します。最初は散策のみ。方向ボタンでカレンダーを選択すると選択中の日付の予定を確認できます。一応見てみる。今休日、月火水木金土日って一緒じゃん。出撃って何。フリー戦闘に出撃できます。講習、講師を指名して講義を開催します。休養、全員のやる気がアップします。最初だからやっぱ散策しとく。てか全く戦闘してないんだけど。ここが自分の部屋。女の子の声が聞こえた気がするが気のせいだろう。いや気のせいじゃない。行くぞ。宮長に話しかけよう。宮長に話しかける気にならないんだよね。釣りに挑戦しよう。俺釣りとかすげえやったことないんだけど。名声300ポイント。栽培に挑戦しよう。野菜を育てたい。ご飯に誘ってみよう。俺と飯に行かないか。あ、特に女の子とかもすげえどうでもいいやこいつら。なんかフレンって誰。フレンってあのお子ちゃまだっけ。あと調べられるのはこれ。寝る、寝るってか終わる。カレンダーどれ。あれカレンダーなくね。まあいいや、とりあえず出よう。セテス。そういえば、ああどうでもいい君は。そうね、相談してみようかな。何か実は今の学級悩み事かい。先生と会わなくて。私はもっと戦術の勉強をしたいのに。なるほど、ちょっと先生と相談してみようかな。別の学級に移りたいんですけど。移れるのそれで。地図回転してほしいんだけど。エーデルガルトを見つけた。ヒューベルトを見つけた。まあ、一応話そう。学級対抗戦楽しみにすることね。私たちの学級を選べばよかったと思い知らせてあげるわ。目障りですとか。じゃあ行くよ。お前に話すことなんてない。イエツリア先生って誰。話を聞きたいけど、まあいいや。
何の用だ。お前に用はない。うぬぼれるな。ちょっとやっぱこれ早いな、カメラアングルが早い。これさ、ちなみに時間とかある？なんかボケーっとしてると時間が経っていくとか、なんか上そうだよね多分。効率よく行動しないといけないっぽくない？リシテア、はい、一応話そう。こんにちは先生。もう書庫には行ってみましたか？貴重な書物がたくさんあるんですよ。眠る時間も惜しいくらいです。へえ、読書が好きなの？読書が好きというか、少しでも多くのことを学んでおきたいんです。うん、君はいい子だ。頭を撫でてあげよう。先生の立場っていいよね。ある程度のことだったら。先生、そういえば、え、こいつは話そう。紋章はちょっと影がありすぎだろ。修道士、少しだけ力の劣る小紋章に大別されるわ。一般的には聖人や英雄の血が濃い者ほど大紋章を宿しやすいというけれど、紋章を持たない親から大紋章を持つ子が生まれたという事例もある。どのように紋章が受け継がれるのか、原理はまだ解明されていないのよ。可愛い声して顔は怖い。司祭、どうでもいい。こうやってなんか貴重なイベントをスルーしていくんだろうな。こんにちは、アネット先生。あの、ちょっと質問があるんですけど。いいぞ、俺は今フリーだ。私と同じ色の髪の毛でしかめ面の暗い雰囲気のおじさん知りませんか？おじさんの話なんて知らんわ。人探し？はい、ちょっと事情があって、もし見かけたら教えてくださいね。そういうのってもう情報がさっぱりないからな。ここもなんか外に出ちゃっぽいね。あと左下の方にさ、そのイベントマークがあるからそっちに行きたいんだけど、ちょっとこれあと設定変えよう。自分のいる方向に地図を回すようにしたい。じゃあ後って言ってもちょっと今変えよう。よし、オッケー。あ、これで大丈夫だね。ペトラを見つけた。話そう。食堂広いな。まあ人数確かに多いからね。女の子に話しておこう。修道院、人様々、会える会います、学ぶこと多数です。なんでこいつ厳重日みたいな話し方してんの。先生も私教えてください。頑張るしますですから。なるほど、フレン。ごきげんよう先生。と言っても私は生徒ではありませんのよ。ならばどこで会える。残念。機会があれば私も生徒として学んでみたいのですけれど、お兄様しか家族がいないので修道院に住まわせてもらっているだけですの。なるほどね。クエスト受注。お願いを聞いていただけるかしら。地方、まあ受けるのは受けておく。釣り池の管理人さん、結構大変そうだ。これいろんなさ、クエスト受けるのは大変だね。青いのってラファエル、お前か。超どうでもいい、話したくねえ。食事係、こいつは、まあ、最初はねちょっと自由にやっていこう。そのご飯に誘うはまだ解放されていません。え、腹減ったな、食堂。ラファエルはいいや。ちょっと話してみるじゃん。何か用。いや、用なんてねえよ。なる、はい。球長に話しかけよう。球長がどこにいるんだ。
まずさ、この聖堂内の地形を覚えないとね。あっちにどうやって行くんだよ。キルだ。ソロ先生、もう学校には慣れました？私はまだ慣れません。勉強も訓練もめんどくさくて。まあ、休日は必要だよ。なんかいたな。あ、ディミトリーか。近く学級対抗戦が催されるそうだな。訓練を怠らないようにしなければ。先生は俺たち生徒個人の能力を把握し、的確な指導をしてやってほしい。実りある戦いにするのはもちろんだが、戦うからには勝ちたいだろ先生。大修道院は初めてだと言っていたな。せっかくだ、俺から簡単に案内させてもらおう。え、施設の利用。大修道院内の施設は士官学校の生徒や教師にも利用が許可されている。例えば食堂では他の者と食事を共にでき、訓練場では1対1の稽古ができる。ここで生活する人々の話に耳を傾けながら大修道院内を散策してみるといい。掲示板とクエスト。大修道院の各所には掲示板がある。先生は見たことがあるか？掲示板には各所からの依頼や門前にある市場の情報が掲示されている。こういった依頼に応えることで使えるようになる施設もあったと思う。掲示板の情報は頻繁に更新される。毎節一度は確認しておいた方がいい。毎月ってことだよね。当然のことではあるが、何の施設にしろ利用すると相応の時間がかかる。一日を無駄にしてしまわないよう計画立てて行動した方がいいだろうな。行動力がゼロになると施設は利用できませんが、散策はできるのか。あ、散策中に L ボタンを終える、押すと終えることができます。指導レベル。士官学校の教師は極めて高い水準の指導力を求められる。生徒だけでなく教師も分野を超えた知識を習得し、研鑽に励まねばならない。修道院の施設を利用する、生徒たちと交流する、本を拾ってってなんやねん拾うのかよ。知識を得ると指導レベルが上がります。指導レベルが上がると散策、教育、出撃での行動力が増加します。ありがとうございます。指導レベル E、 まあそりゃそうだよね。ちょ、こいつも話す。殿下はお前を信頼する。お前が殿下に刃を。刃なんて、え、クエスト受注何頼みがある。あ、栽培か。まあやるか。温室管理人、初心者用の種。ヒルダは話した。寮周辺。レオニー、レオニーちゃん一応話しとく。私は師匠の一番弟子なんだ。先生にだって負けたくないと思ってるよ。教えを受けたのは短い間だったけどさ、それでも私の唯一の師匠だからね。一応話すか。いや、部屋に戻るところですから。それじゃ。あれ、行っちゃう。行ってしまった。先生。こいつは？よ、先生。暇してるんなら一緒に街にでも出ませんか。なんで男誘う気なの。まだ見ぬ美女を探しに。いや、なるほど、こいつが減れば女が釣れる。見ないでください。全部こいつに持ってかれそうだけどね。先生、ちょっと頼みが。食事係。 OK OK。 でさっきの多分食堂に行けば話が進むんだな。リンハルト。あ、温室か、ここ。あ、釣り池も一緒にあるじゃん。自分が今どこにいるんだかさっぱりわかんないけどね。リハルトはいいや。温室管理人。そういえば栽培しますか。はい。栽培では複数の種を組み合わせて育て、さまざまな作物、花を収穫できます。花は贈り物にできて、特定の人物に何度も贈るとその相手が自室に花を飾ってくれます。また種を預ける、で育てる種を選択します。組み合わせの相性で収穫できるものは変化します。相性が良いと品質予想も向上します。より多くの種を使用すると収穫が増加します。種を預けたら育成する。
お金を払って品質の向上や集客量の増加を狙います。育成の効果はあまり大きくないため、より品質を向上させた場合は高額の育成を選びましょう。ひどい、ぼったくりだ。1週間かかる。収穫できます。え、種預ける。はい、こうか。はい、次の散策で確認できます。ここまで来なきゃいけないの。助かった。あ、これででも種もらえたね。トマト育成ってなんだっけ。たくもわかんねえな。指導レベル、魔力を注ぐ。よくわかんねえ。あー、左下か。品質予想。この人何も話してくれない。あれ、なんかある。え、こういうとこに物落っこってんの。植物は、いいや。釣り堀に行きたいんだよな。こっちの方か。釣りをしますか。はい、釣り。餌を使用して魚を釣れます。釣りたい魚の魚影を待ちましょう。待ち続けると魚に取られます。ヒットに成功した魚との勝負。円の重なりに合わせタイミングよく A ボタン。体力を削りましょう。体力を削り切る前に釣り糸の耐久がなくなると失敗です。耐久は指導レベルに応じて上昇します。エクセレントか。エクセレントになるとコンボが発生し、コンボ数が多いほど魚の体力を多く削れる。へえ。初心者用の餌。こうやってなくなるの餌。ヒット。あ、なるほど。グッド。カラシウス売り値0円とか。ひどくね。クソみたいな魚だったんだろうな。一応なんかが上がった。船に報告しようって。釣りはまだ解放されておりません。マリアンヌ、俺は君を探していた。我を許したまえ。救いを求めているなら私の部屋に来るといい。君を許そう。ちょっと大きくしよう。もう少し。猫がいっぱいいる。え？でこっち？フレン。とっても助かりましたわ。クエストクリア。魚ゲット。名声が上がりました。食事係。今日のメニュー、ご飯に誘う相手の一人目を選んでください。メルセデス。これなんかさ、これついてるけど何なの。マリアンヌちゃん。いや、すげえハーレムだ。最高だよこれ。いや、最高だわ。まあ、私これ大好きなの。よく知っていたわね、先生。好きな子の好みをリサーチするのは基本ですよ。好きなんです、この料理。父もこれが好物でした。これ人お父さん子。お、メルセデス、やる気めちゃくちゃあるぞ。指導レベルアップ。何を指導したんだ。行動力が増えました。活動資金が増えました。おお、いいね。指導力が上がれば給料が増える。そういうことか。で、散策終了できます。頼りになりますね。だろ。これで OK か。まあじゃあもうやることなさそうなんで終えよう。まあこれ以外にもありそうだけどね、なんかは。一気に30日まで進んだ。フェディナントの誕生日です。誰。一応最初だから買っておきましょう。感謝するよ。こいつか。いや、超いらねえ。金の無駄だ。マジで無駄金を使った。課題出撃。これさ、っていうかセーブいつすんの。勝手にオートセーブあるけど。メニューでセーブできんの。セーブできんじゃん。
ちょっとこれ、どうする時間的に多分結構いい時間だよね。何も戦闘してないけど、もう固い出撃って言うから、この固い出撃だけやりますか、せっかくだし。課題、わしと獅子の、3個の戦いね。推奨レベル1。ちょっと待って待って、フリー出撃みたいなのなかったっけ、死なんとか、いやねえわ、今日はできないってことか。戦闘しとけばよかった。じゃあまあ行きましょう、これやって終わりにしよう。じゃあどんくらいかかる、わしと獅子と鹿の戦い、いよいよ模擬戦か。腕が鳴るな。先生はどうだ、楽しみだ。よかった、先生の采配期待してるよ。俺たちも勝利のために力を尽くす。いやお前らのこと何も知らんだけど。大丈夫だ、手強い相手かもしれないがきっと勝てる。やあお二人さん、作戦会議かい、俺たちも混ぜてくれよ。勘弁してくれ、手の内は隠すものだろう。相手が強敵ならなおさらだ。そりゃ光栄、ならば期待に応えて俺たちも奇策を用意しておかないとな。ええ、あなたたちがどんな手で来ようとも、それを上回る戦術で打ち破ってあげる。いや張り切るのはいいが、あまり無茶をしないようにな。へえ、敵の心配をするなんて随分と余裕があるようね、ディミトリ。おやおや、戦いはまだだってのにそんなに熱くなって、我が学級は楽をできそうだ。そういうつもりじゃ、いや悪かったよ。何はともあれ実りある戦いにしよう。うん、負ける気はない。そう、あなたがそういうのなら手を抜いてあげる必要はなさそうね。あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら、すっかり仲良くなったよね。君たちが親睦を深めるのは大変結構だが、そろそろ作戦会議の時間だ。もうそんな時間か、それじゃあ二人さん、また後でな。あなたたちの力量確かめさせてもらうわ。シナ、魔法、魔法を取得しているユニットは攻撃や回復の手段として魔法が使用できます。はい、武器の代わりに、魔法装備するね。大体ここら辺は一緒か。理学が成長すると黒、闇、信仰が成長すると白。ほうほうほう。戦闘準備、ユニット選択、緑のユニットは外せません。身支度、持ち物整理、スキル、戦技の着脱、騎士団の配置、兵種の変更、兵種も変更できんの？ユニット選択、これね、出てんだか出てないんだか分かんないんだけど、出撃5分の5。あ、なるほど、メルセデス回復役として必要でしょ、どう考えても。であとはアネットで、イングリッド、ディミトリは外せないはず、そうだよね、基本女の子てか全員は出せないんだね。じゃあ OK、セーブも一応はできるはできる。システム戻る、ショップは使えない、支援、いやいや、あれ身支度って、あ、そうだよね、兵種変更、いやできないよ。それは最初から兵種変更できるわけないよね。俺だけレベル2か。よし、もう大丈夫、行こう、戦闘開始。配置とか全然決めてないけど、敵の全滅、味方の全滅か。さて、そろそろ開戦の刻限か。勝敗は先生の指揮次第だ。頼んだぞ。任せろ。分かってると思うが、他学級の奴らを残らず敗走させた学級が勝利だぞ。ちなみに俺は今回の模擬戦の指南役だ。勝ちたきゃ俺の言うことをよく聞いときな。焦らず戦おう。森をゲットしよう、まずは。これあれかな、いけるわ。なんか矢印で出たけど、こいつ狙ってるよってことかな、はい、出ます。
主人公狙いっていう。切り込むか。アネと魔法か。うん、いけます。クロード、お前の浅知恵など必要ない。僕とイグナーツ組んで敵の出鼻をくじいて。え、僕？まだ心の準備ができてませんよ。やれやれ、向こうの先生を侮ってないか。油断すると痛い目に遭うと思うがな。ドロテア、あなたも前に出てくれる？敵を中央に誘い出したいの。了解、エーデルちゃん、私にお任せあれ。フェルディナント、ヒューベルト、2人は敵が来たら足止めを。火を伺うわ。任せてくれたまえ。私一人でも役不足なくらいだとも。貴殿一人では力不足ゆえ、主は私の名前を挙げたのですよ。三つどもえか。てか絶対さ、みんな俺たち狙ってくるのひどくない？ほら13。回復をいつするかだよな。とりあえず、あ、こいつあいつ狙ってるってこと？先に始末しておこう。あれ？いっぱい持ってる。もういいや、鉄の剣。鉄の斧の方が攻撃力が強そう。あ、クリティカル出た。さよなら、ローレンツ。この僕が負けるなんて、乃木戦とはいえ腹立たしい。これでいいだろ。だってなんでさ、先生もさ参加してるところがイカれてるよ。よし、まあまあまあ、一歩前進。力が上がったかな。調子良さそうですね。ディミトリーとのあれが上がっちゃってんな。少し後ろに下がるか。一応全員レベルは上げていきたいからね。でメルセデスのこいつ回復できんの？なんかそういうタイプじゃなくね。ライブ、ああるか。これどうやって見んの？隣接する味方を回復する。まだいいか。とりあえずこれでいいや。基本は敵を誘い出す。やってくれるね先生。これは本気でかからないとな。弓兵は2だもんな。よし、じゃあちょっと外へ出て。魔法はちょっとなんか危険そうだから、こいつの人々を減らす。まずは8だったらなんとかなるでしょう。ユダやはり強い。で横から槍。すげえだった。マジかよ。じゃあウィンド、魔法対魔法。2残んのかよ。え、弓は3残んのかよ。火力がねえな。イグナーツ、あ、でもこっから反撃はそもそもできないよね。ではではでは、反撃はしてくるか。まあ、いや、やっとこう。完全に素手だな。で回復させよう。あ、回復か。ライブどっち？こっち。よいしょ、ありがとうございます。これで徐々に。ここいいね。毒。メルセデスはもうちょっと常に回復に走ろう。攻撃ゼロ。当たってくれ。よし。あら、新しい先生はずいぶんなやり手みたいですね。だろ。負けられないのです。
で、こいつはヒットポイント7。アネットのウィンドウで倒したい気がするな。いや待って、メルセデス倒せる？残るか。じゃあ回復してやっぱり経験値を稼いでいくか。おのおのおの、いけるね。やられちゃいました。新しい先生の指揮さすがだな。終わった。てかこいつ斧装備してるけどいいの？自分も減ってるは減ってるんだよね。まあまだ使っていこう。デイ、ありがとう。よし、じゃあちょっとここは終わり。あれ動いてこないやつら。え、ここはちょっとクロートレベル3とか、いつの間に。どっちから行く？あれ先生いるじゃん。あ、なるほど、先生がボスか。先生よりレベルが高いんだけど、生徒の方が。これ赤いところって何？イングリッドもちょっと減ってるよな。なるべく足並みは揃えていきたい。こっちも前線に出すか。多分まとめて攻撃するっていうものは使ってこないと思うんだよね、今この状況で。これは何、攻撃してくるってこと？そういうこと。まあいいや、まあ、基本は待ちだからね。ちょっと行き過ぎ。来るか。2つの学級と同時に戦おうってのか。へえ、大した無謀だったかな。勝機が見えたわ。アドラークラッセ、一気に畳みかけなさい。来た、魔法か。11とかすげえんだけど。こいつらが来る前に右を畳みかけよう。レベル22じゃなくて、いや剣でいいでしょう。3とか死ぬんだけど、マジで。命中は100、向こうでも68か。すんで回復しよう。アネット、いやディミトリを出すか。ディミトリはまだ体力あるからな。気は抜けない。レベルアップ、手応えを感じ。まあまあまあ、さて、じゃあこいつは森にいて回復。それ助かる。アネットもちょっと減ってる。ヒングリッドも結構減ってんな。傷薬が3個。あいつすげえ狙われんな。ディミトリ、ディミトリ、勝負よ。ここで優劣を消しておくのも悪くないわ。いいだろう、受けて立つ。君が相手であろうと手加減はしない。そう来なくてはね。すげえ、こいつらが来るにはまだ時間がある。こいつ強いんだけど。てかでも相性悪いか。よし、ちょっと魔法で減らそう一回。応援って何？ウィンド48。まずこいつ倒す。頭を潰す。潰せるとき、そこからこいつは自分で倒す。命中は100、いける。
何人置いてもあなたを倒さないと勝利はなさそうね。行くわよ。おい、オッケー。つめちゃくちゃ経験値持ってんだけど全然上がんないんだけど。これは手本にならないな。私を撤退に追い込むなんて厳しくなりそうだけど頑張って。で、あとこいつ、こいつも一回メルセデスで弓で攻撃しよう。で、12とか全然減らねえじゃねえかよ。警戒すべきだ。戦技で倒せるかな。2だったら戦技使えばよくないか。旋風やり、いける、倒す。いいね。エーギル家の着手たる私がそんな。終わったか。で、メルセデスはこれと回復しよう。あと1回しか使えなくなるけど、まあ死ぬよりはマシだからな。ディミトリ結構前線に出せんね。ディミトリと自分を前線に出して後ろからこいつらが攻撃する、そのパターンでいく。こっちの先生来ないんだけど。ではどうするか。森、やはり森に陣取りたいね。来てくれるっていうことはちょっと森に隠れる。こいつも切り込むか。ちょっと森に隠れる。こいつは後ろ下がる。一回おびき寄せよう。どうせこいつら遠距離でしょ。来るか。あの先生こっち狙わないかな。クロード、訓練用弓だから、でも懐に入れば多分反撃受けないか。あ、受けないね。行こう。俺は戦術はともかく戦闘は唐騎士なんだ。だから手加減してくれよ先生。手加減などできん。真顔でうなずかれると困るんだ。冗談ってのは分かってるよな。お前を倒す。12で、ディミトリーも懐に潜り込んで、あ、倒せる、いいね。なあ王子様、お前実はエーデルガルトに惚れてるんじゃないか。無駄口を叩くのはやめておけクロード、好きだらけだぞ。おっと、その落ち着きっぷりは外れか。動揺を誘ったつもりが残念残念。消えな。ディミトリ強い。レベルアップ3、上がりもいいね。まだ上を目指さなくては。あらら、やられちまったか。で、こいつも斧でしょ。で、こいつが魔法か。魔法は射程1、2とかだからね、それが危険なんだよな。応援って何。あ、力が上がる、めちゃくちゃ上がるんだけど。ありがとう。これってそのターンだけ。そりゃそうか。回復はまだ大丈夫だな。2人連続で食らっても多分死なないから。誰に来る。いや、さすが。おお、ナイス。で、魔法ハンネマン。うお、かっこいい。強い。この先生が来る前にマジで何とかしたい。アローか。あー、倒せるは倒せる。あ、2回攻撃できるってことか。いや、倒せるときに倒そう。危険だ。ない。よし、オッケー。追撃。戦を積んだ者の士気はさすがに違うな。我が輩が手も足も出なく。この先生たちも大したことねえな。レベル4だし。中間試験パス。去年私の学級が勝った時は褒めもしなかったくせに、その態度の違いは何。で、ちょっとメルセデスは回復をする。えい、助かる。オッケー。
で、そこから魔法で一回遠距離ウィンド。あれ、こいつ魔法使えんの？ヒルダ、え、何で反撃？あ、テオノって射程に？ちょっとわかんねえ。まあ、いっか。じゃあヒットポイントの高いティミトリ死にそうだな。メルセデスは動いたから、いや、イングリッド、え、強くね？当たったか。もう始末はしておきたいな。警戒すべきだな。一応倒せるは倒せる。ほい、結構さ、強い槍がどんどんレベル上がっていくんだけど。もう私なんてほっといてくれればいいのに。勝負あったか。あの先生、ちょっと誰か別の人で倒したいな。俺はまだ強くなれる。じゃあ回復をしておきますか。あ、応援でも、そうか、あれか。ありがとう。経験値手に入んねえし。来た。じゃあ例によってまず自分で切りかかる。倒せる。強すぎるんだけど。ディミトリーは？流しすぎたか。死ぬね。死ぬから回復させてからにしよう。傷薬を使います。使うって何？使えないんだけど。え、どういうこと？え、ここにいるでしょ。え、傷薬があれになってんだけど、多分これ使えないマークみたいになってるよね。アネット、あ、傷薬持ってないからってこと？ひどくね。そういうシステム。まあ、死んでもなんとかなるから。え、なんか待って、どういうこと？自分にしか使えないの？あ、そういうこと？注意してください。え、1人3つ持ってるってこと？めっちゃ使ってるけどね。あ、なるほど、人には使えないの。来た、ディミトリー。反撃不可能か。誰で倒す？マヌエラ先生は、はい、出ます。まず攻撃をしておこう。死ぬことはない。ほい、で、戦技ってあるんだっけ？ない。訓練用斧で7しか減らせなくないの？警戒すべきだ。ディミトリ死ぬ？残るね。ヒットメント1、 OK。 やっ、あ、3、いや、いい、3くらいだったらさすがに倒せるんじゃないか。倒せるよね。命中は100。よし、メルセデスちゃん、君が決めるんだ。4、弱い。やるじゃない。これ以上無理をしたら私は医務室のお世話になっちゃうわ。まだまだ頑張らなくちゃ。レベルは上がらない。まあ、次回復すれば上がるっしょ。傷薬獲得。よし、そこまでだ。今回の模擬戦の勝者はルーベン・クラッセだな。この勝利は皆の活躍あってこそだ。ありがとう、よくやってくれた。ステージクリア、ターン13。結構かかったね。 MVP お前か。やる気が最大になりました。先生、ここにいたのか。探したんだぞ。今日はみんなで食事にしようと思って。反省会を兼ねた祝勝会だな。俺も祝勝会。ああ、ほら、あれだけ戦ったんだし腹も減るだろ。ほら先生、早く来てくださいよ。今日の主君者がいなきゃ始まりませんって。そうですよ、
私たちが勝てたのは先生のおかげじゃないですか。そこの正攻法しか知らんイノシシよりは幾分かまともな傭兵だった。そうかな。フェリックス、あなたは本当に隙あらば殿下に因縁をつけて。いや、いいんだイングリッド。事実、先生の采配は見事だった。それにしても今日は疲れちゃったわね。私お腹が減ってもうダメ。メルセデス可愛すぎる。実は僕もです。お前はどうでもいい。そろそろ食堂に行きましょうか。なあ先生、あまり嬉しくはなさそうだな。そんなことないよ。そういう割には眉一つ動かさないから。先生、俺たちはまだ出会ったばかりだし難しいのかもしれないが、俺は先生とも喜びを分かち合いたい。せっかくこうして一緒にいるんだからな。きっとそれはみんなも同じだと思う。ほら一緒に行こう先生。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。うん、まあ深められたね。それは何よりです。これからの1年間彼らに寄り添ってあげてください。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。飛竜の節っていつ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。完全なる実践じゃん。課題、ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。また来た。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような不覚を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。わかった。何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりおって、それでも目的は果たせるかと思ったわ。元騎士団長の子か。なかなかやる。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ねの。もはや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。あれ、一応あいつが殺すわけじゃないんだ。くそ。はい、というところでね、もうだいぶ長くなりましたけれども、これまあどのタイミングでね切っていくかっていうのはなかなか難しいですけども、まあ戦闘しないっていうのもちょっとねあれだし、
まあ、とりあえず今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。